皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。さて、私の町ではついに雪が溶けましたということで、近所のゴミ拾いをしております。やっぱり冬の間雪で見えなくなるとゴミを捨てやすくなるんでしょうかね。ゴミが結構落ちております。圧倒的に多いのはタバコの吸い殻です。電子タバコが普及しているように見えましたけれども、結構未だに煙式のタバコ、今まで通りのタバコが多いです。純粋に環境に悪いというのも含めまして、火事も怖いです。皆さん、私は健康支援の研究もしておりますので、タバコは健康にも良くないですが、やはりどうしても吸うんだったらきちんと後始末もしてもらえるととても嬉しいです。今日のお話はここまでいたします。今日も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございました。
大丈夫、腰痛くない、うん、ちょっとやめて、あこれやめとく、うん、吸い殻ずいぶん多いね、まあ、吸い殻多いね、うん、単純に火事が心配だね、うん、電子タバコが普及してると思ってたけども、うん、そうでもないみたいね、うん。